こんにちは。タルコフ解説を投稿しているジョンです。僕がタルコフで使っているサウンド設定を試してもらいたくて動画を作りました。僕は以前までヘッドホンとヘッドホンアンプを使ってプレイしていました。アンプが GSP1000、 ヘッドホンが GSP500 です。イコライザー設定もいろいろと試していました。2チャンネルがいいのか、 5.1 チャンネルがいいのか、しっくりくる設定が見つかり、前々期のワイプまで同じ設定を使っていました。ある時ツイッチを見てると、機械外の人が足音を聞いて敵の姿が見える前から鬼滅をしていました。それも何度もです。同じことができるか試したところ、ドンキシャで鬼滅をすることはできませんでした。タルコフの足音はバグが多く、きちんとした定位がないのかと半ば諦めていたので、かなり驚き、正直チートを疑いましたが違いました。そこからまた音設定探しの旅が始まりました。そこで見つかったのがマイクロソフトのアプリ、リアルテックオーディオコンソールです。このソフトには Windows 標準の設定項目にない仮想ホームシアターの構築という機能が存在します。これをつけた途端世界が変わりました。イコライザーなんて比べられないくらい足音が聞こえるようになりました。では設定を紹介します。まず Windows スタートメニューのアプリ一覧からリアルテックオーディオコンソールを検索してください。ない場合はリアルテックオーディオコンソールをダウンロードします。動画詳細にリンクを貼っておきますね。多分マイクロソフトのアカウントを持っていないとダウンロードできないと思うので、アカウントを作ってください。インストールが完了したらアプリを立ち上げます。スピーカーの項目が表示されない場合は PC にプラグを直接挿してください。アンプをつないでいると表示されないかもです。ヘッドホンが USB タイプの場合は使えるのか不明です。アプリのスピーカーの項目を選択します。レベルを増幅するはパフォーマンスでいいと思います。次、サウンドエフェクト、すべてのサウンド効果を無効にするはオンオフどっちでもいいです。イコライザーをいじりたい人はチェックを外しといてください。イコライザーはデフォルトのままです。僕はイコライザーで調整しても、足音の聞こえ方は誤差程度にしか感じなかったので。環境はなし。ラウンドネストーカーはオフ。オンにすると小さな足音が聞き取りやすくなりますが、音の定位がなくなるので絶対にオフにしましょう。ボイスキャンセルオフ。デフォルトフォーマットは自分のヘッドホンに合った設定にしてください。ハイレゾ対応のハイエンドモデルを使用してない限り 48000Hz の 16bit でいいはずです。詳しくは知らないのですが、スタジオ側の音データの書き込み方法によって 44100Hz を選ぶべきか、 48000Hz を選ぶか。 44100Hz は CD の書き込みに使われることが主で、その他は 48000Hz で書き込んでいるとかなので、 CD の音源をメインで取り扱わない限り 48000Hz を選択した方がいいらしいです。間違ってたら教えてください。次がスピーカー設定はステレオで、タルコフの音はステレオで録音されているようなので、 5.1 チャンネルなどのバーチャルサラウンドよりステレオの方が音が聞こえやすかったです。次、フルレンジスピーカー、これは正面側の音を大きくする機能です。オフだと前後の区別がつきませんが、オフの方が定位がいいように聞こえたのでオフです。次が本命のヘッドホンバーチャル化は、高度なプロセス技術により、これをオンにしてください。慣れないうちは音が変に感じると思いますが慣れです。これをオンにすると自分の足音がうるさくなくなり、敵の小さな音も聞き取りやすくなります。リアルテックオーディオコンソールの設定は以上で、次はタルコフの設定です。バイノーラルをオンにしてください。個人的に使わない方がいいヘッドホンを紹介します。このヘッドホンたちは音が聞こえにくく感じました。特に GSSH ラックは最悪です。以上で終わります。音の設定は人によって聞こえ方が違うので、合わない人もいると思います。なのでダメそうなら元に戻してください。ではでは。